やり取りって慣れてなくて。大丈夫、あなたがお金を出す、私が情報を渡す、これだけ。シンプルですね、わかりやすい。こういう取引はお金が先って決まってるの。ファーゴですよね。あと殺した女とかもお金が先じゃありませんでした。でもあれは身代金だから情報売買とは違うのか。あ、お金ですよね。はい、あ、一つ質問していいですか。これって直接会わなきゃいけなかったんですかね。なんかオンラインでお金をもらってメッセージで情報をやり取りするとか。今こういうボタン。本当に見れるんですよね、ここ連絡したら。美女と時計と危ないお願いとかねえ。この間さ、トマス・ウィンター・ベア監督の偽りなき者見たんだけど、めっちゃ良かったよ。マッツ・ミケルセン。あ、三つ・マケルセン。マッツ。あ、マッツ。マがいつも最初って覚えとくといいよ。ん？シックスセンスのエム・ナイト・シャラマンもシャマランなのかシャラマンなのかよく分かんなくなるでしょ。うん。だからマがいつも最初って覚えとくと、マッツもシャマランも絶対間違えない。でもさ、それさ、魔が最初を矢が最初って覚えてたら最悪だな。でトマス・ウィンター・ベア監督は何だっけ。あ、そう、トマウィンの過去作調べてたんだけど、処女作のセレブレーション、どこが95。そう、それ、うん、DVD になってないの。マジで。え、配信ないの。ないの。めちゃくちゃ見たいのにさ。でもあれ別にいいだろ、見なくて。変な映画だし。いや、DVD になってない映画で言うなら、ロードハウスもう一回見たいわ、パトリック・スウェイジの。俺のデニム・オン・デニムのルーツになってる映画だからね、あれ。めっちゃシャツインしてんの、ジーンズに。そんな B 級映画より俺は。 B 級じゃなくて C 級ですから、あれは。だから面白いんだよ。ねえ、うん、もしかしたら見れるかも。美女と時計と危ないお願い。美女と時計と危ないお願い。知らんわ、誰が出てんの。ジェフ・ゴールド・ブランとか、うん、ミシェル・ブランとか。結構オールスターよ。 DVD 化されてない映画見せてくれるってどうやって。フィルム上映だったりして。 VHS よ。ああ、 VHS ね。だったらその美女と時計のなんちゃらの中古 VHS を見つけた方が早いね。僕に探してるから、もうかれこれ10年もないのよ。その団体が JOB。 JOB、 ジャパン面白い映画を撲滅させないかに。 JOB ってジョブじゃん。ミッションインポッシブルのバネッサ・レッド・グレイブかよ。その JOB がその美女となんちゃらの VHS 持ってるのでしょうね。え、そいつらって結局 VHS テープのレンタル屋さんってことでしょ。それが違うみたいなの。え、どういうこと。 VHS は貴重だから貸し出せないらしくて、だから JOB はビデオを上映してくれるだけなの。上映どこで。時間と場所を指定されて、でそこに行ったら JOB の人が待ってて、まあ、どっかで見せてくれるんじゃない。怖っ。絶対嫌だよ、やめた方がいいよ。え、でも配信とか DVD で見れない、他で見れない映画見れるんだよ。だからってどこに連れてかれるか分かんないよ。エスポワール乗せられるかも。女はみんな生きている、見た。人身売買だよ絶対。ザ・バニシング、腕にギプス巻いてるやつが待ってるんだ。じゃあ2人なら行かない。無理、絶対行かない。怖いもん。美穂さ、この前の彼とどうなったの。あーって、だってあーなんだもん。だからなんであーになったの。いや、海外旅行に行こうってことになってさ、うん、去年アミが行ったタイの無人島行きなよ、超おすすめでしょ。なのにツアーじゃないと危険とか、トイレが汚いとか、去年日本人が殺されたとか、もうめんどくさくて。うわ、男らしさゼロね。でも男って基本男らしさゼロだよ。あ、そうかも。
ほんと何かに飛び込む勇気がないっていうかさ、いや女ってさ、うん、普段から男の家に一人で行くってリスクを犯するでしょ。それだから自分を信じて行動することに慣れてるわけ。男はさ自分を信じられないのかな。そうだから考えて考えてやっぱりやめちゃうんだよ。あんた男らしくないわ。男らしくない。ねえさっきのワンピーもう一回試着しに行っていい？私やっぱ行くわ。 JOB ジャパン面白い映画を撲滅させない会。じゃあ明日駅前に21時でいいですよね。あとポップコーンとか持ってっていいですか。あとアルコールも。私あのお気に入りのクッションがあって。JOB なんて得体の知れない団体に会いに行く仲間を一人じゃ行かせられないでしょ。どうもパトリック・スウェイジ、ロードハウスの。さすがアミ、じゃこっちは。エース・ベンチュラ。違うよ、ロミオ&ジュリエットのディキャプリオ。その美女と時計と危ないお願いって思うの？めっちゃ面白いのよ。宗教画を描くボブ・ホッキンズの前にキリストそっくりのホームレスジェフ・ゴールド・ブラムが現れてって話なんだけど。面白そうじゃん。でしょ。でジェフ・ゴールド・ブラムのバイオリン弾くシーンが最高なの。ねえこれ持ってた方がいいかも。使い方わかる？いや、いらないから。俺たちタクシーで追っかけっからさ、大丈夫。ありがとう。あれじゃね？待って。あの、JOB さんですよね。ジョブよ。やっぱジョブなんだ。ミッションインポッシブルじゃん。美女と時計と危ないお願いよね。予約は一人だったはずだけど。はい、私です。じゃああなただけ。他の二人はそこにいて。あの帰ってくるのは何時頃になりますかね。それは君次第だな。これかぶって。あと携帯。あのそこまでする必要。そこまでやる必要。そこまでそいやもうオースティンパーズかよ。どこ？ファック！アミ大丈夫かな。もしもプリズナーズみたいなことなってたら。案外殺したい女みたいな展開かもよ。誘拐犯と仲良くなるみたいな。